倉庫の中で次から次へと商品をピックアップする女性。アイテム数はおよそ3000、サイズ違いを合わせて1万8000もの商品を世に送り出している。午後3時、この日の出荷が完了。まあ、お客さんの中では1日1000件とかね、お客さんっていうのはそうそうね、いいのもないし、ゴールドジャパンさん、うちのお客さんの中でも結構多いです。この会社の大きな特徴は、大きいサイズに特化した服をインターネットで販売していることにある。全国のさまざまな悩みを抱えた女性たちから支持され、大きく成長してきた。この商品を販売している株式会社インターナショナルスワングループ、その代表を務めているのが大谷理恵である。大きなサイズでも可愛い洋服を着て楽しい時間、そして人生を過ごしてもらいたい。2016年10周年を迎えたゴールドジャパン。多くの女性から支持を受ける大きなサイズの洋服を届けている。現在、数多くの女性から支持される大きな可愛い洋服を手掛けた第一人者。かつて自分が経験した悩みから、大きな可愛いサイズの服があればと気づいた。なかったらないで作ろうと思い立った。大谷は高卒、アパレル経験はゼロ。パソコンは文字を打つことしか知らず、右も左もわからなかった。滋賀県草津市にある株式会社インターナショナルスワングループ。創業のきっかけは、当時0歳と3歳の子供を持つ主婦であった大谷自身が出産のため太り、今までの服が全部入らなくなったことからである。買い物に行っても可愛い服はどこにもなく、男性用のパンツと T シャツを着てガラスに映る自分に自信をなくしていた頃であった。ゴールドジャパンの創業は2006年。4畳一間、パソコン1台、デジカメ1台、10商品から始まった。創業は大谷が自宅で開業したため、子供が泣いている横で写真を撮ったり、買ってきた服のサイズを測るという毎日であった。自身の思いでオープンさせたものの、マネキンだけの殺風景な画面、商品の少なさ、さらにお客様対応もうまくできず、オープン月はわずか1件の注文しか入らなかった。これではお客様に何も伝わらない、安心して買っていただくにはどうすればいいのか、すべてを改善していくしかない、強い決意だった。そういう
ちゃんと必ず払うからちょっと半年待ってくれって言ったんですよね。寝る時間も惜しみ、人以上やって人並み、人の倍やってようやくと言い聞かせ改善を重ねた。そういった努力が実を結び、少しずつ認知度が上がり、注文も増加していった。そんな大谷の重い活動に対して、お客様だけではなく商品を自社生産できる工場や多くの取引先と巡り合う。キャンセル入れて8900万、これは去年で一番売り上げ良かった成績ですね。みんなの頑張りの良かったと思います。今2017年になりましたけど、毎月超えていっていけると思うので、そして大谷と同じ志を持ち、同じ船に乗り、一緒に支えてくれるスタッフにも出会うことになるのである。現在月に1万件ものご注文を受け、数内容とともに日本最大級の大きいサイズ専門店として成長、経営者の中でも一目置かれる企業へと成長した。ゴールドジャパンが支持されている大きな理由の一つが、お客様の悩みを洋服という手段で解決することにある。要はゆとりがあって、これあのこのレースが生きてくんやけど、このレースがピチピチになったら意味ないしね。この日、大谷は中国にいた。大谷の思いは、期待を寄せてくれる女性たちのためにまだまだやれることがあると思っている。そのためにまず自分が動く。自分の目で直接海外に赴き、記事や商品の仕入れを行っている。プリントのベースのやつが、あ、これが一番ですね。これはでも、これは、近い生地で選んでもらったら、そこから。これゴールドジャパンで。ちょっと今止めてもらえます？今ちょっと値段の方は止めてください。値段はちょっともうだめ。これほんまに私この値段でいけって言った。そんなは絶対つきません、ね、それは絶対マジ、はい、これね今ねちょっとね汗かいた。かなりかいてます。汗ふ。そしてまた別の日、今度はバングラデシュに。Thank you.
写真撮ってあげようかって。아리바이숍사이즈무슨내용같아뭐제손도미숍사이즈인데바로다시부터해도 MRS7 한번써냈어자야들나있어우리우리이마우리문자한테テープザリーのデープザリーのデープザリーどの品番でもいいんでこうバラバラサンプルのサイズがいいですいや最終的には全部の品番で買ったじゃないサイズ 4円だよね Is this fabric also in China? Yeah, yeah.That's very good. This one from... It feels nice. Oh, it's good. This one is good. This one is good. How do you feel like this? Stretch. これはサンプルですか？サンプルです。これバングラディッシュで。サンプル。これ、本だけでいっぱいしたの。大谷が生地を仕入れ、服を作る際に貫いていること。それは、見栄えはもちろん、使い勝手の良い服であること。お腹お尻が隠れるゆったりしたデザイン、お客様が買いやすい価格。サラッとして。ゾーン狙いが違ったりしたらやつも困るので、それは中でそれは私が判断するんだ。そうです。ゴールドジャパンが売り上げを急激に伸ばしているのは、貫かれているこだわりと、そしてそれを共有しているスタッフの活躍が大きい。スタッフは全員が女性。彼女たちはお客様がその商品を手にした後までもイメージして商品を提案している。2016年には商品の情報だけでなく、ゴールドジャパンがどういった思いを持ったスタッフが運営しているのか、関わる企業がどのような会社なのかなどを届けるために、スタッフ自らがニュースレターを発行。この読み物がまたお客様との信用信頼関係構築に大きく寄与している。この日倉庫には彼女たちの思いが詰まった新商品が届いた。1アイテムごとに込められたお客様の悩みを解決し、そして笑顔にするという思いは、今日もまた全国さまざまな場所で花を咲かせることだろう。そしてこれからもスワングループは次のステージに向けて歩みを進めるのである。楽しい時ばかりじゃないんですよ。なんかこう、例えばこう山登りだって頂上に登ることだけが、なんか
本当に好きじゃないというか、頂上に登るまでのそのなんかしんどいかったなとか、あこれ疲れたなとか、楽しいなっていうそのプロセスがあるからこそみんな、頂上に登ると思うんですね。なのでそれともなんかこう同じというかビジネス一緒でお金儲けだけが目的じゃなくて、やっぱりその私はやっぱりそうどうしてもゴールドジャパンを一番にしたくてやってきたんですけど、頂点に立つためにいろんなことを考えたりとかやっていく、この今の人生全てが